1000円以内でね、それぐらいめっちゃいいものが皆さん身近で揃うわけです。はい、皆様、こんにちは、隊長です。今回はですね、ダイソーにあるものでちょっと救急セットを作っていこうかなと。まあ、ある一つの DM が入って、ダイソー の動画が、すごく面白いと。でダイソーで100均で、救急セットを何か作れないかみたいな、ちょっと予算の兼ね合いもあってみたいな DM が届いたので、まあ、その企画でちょっと撮らせてもらおうかなと思うので、待っとってください。じゃあ、行ってきます。はい、それでは、ダイソーで、100均の救急セットっていうのを買ってきたので、こちらを紹介していきたいと思います。これ実際中身で言うと1000円かかったかかかってないかぐらいでこの容量があると。じゃあ実際にダイソーに売ってる救急セット何なのかっていうところを紹介していこうと。まあ本当にね、予算をかけずに、いろいろな救急セットが揃う時代なんで、皆さんも、自分の家の救急箱、救急セットと実際どうなのかっていうのを比較してほしいなと思います。紹介していく前に、しーちゃん、家の救急箱、救急セット何か用意してる？バンドエイドと、風邪薬と、だけです。だけ？いや、けどめちゃくちゃ大事やねんけど、まあまあまあ、一つバンドエイドっていうのが上がってきたから、バンドエイドを紹介すると、そんなん誰でも想像できると、はい、当たり前に分かると、はい、怪我した時にね。じゃあ、この防水用のバンドエイドですかっていうところは確認しとってほしい。防水と伸縮性、伸びる、ここがしっかりと確保されているバンドエイドの方が絶対いいです。けど実際プロがこの普通のバンドエイドだけを用意しているかというと、実は救急車とかに乗せているバンドエイドとかもダイソーにあったりする。じゃあそれは何か、はい、じゃーん、はい、フリーカットの絆創膏、バンドエイド。わかる？手のね、上を 0.5 ミリ怪我するかもしれないし、足の太ももの上を5センチ程度怪我するかもしれないし、足の裏3センチ怪我するかもしれないしって、怪我って皆さん予測できますか？できひんよね。怪我の大きさはどう？予測できひんよね。できない。だからこのフリーカットの絆創膏っていうのはめちゃくちゃ重要。自分の本当に必要なところだけを切ってやる。皆さん経験したことない？ちっちゃいねんこれって。もうちょい欲しい、これ3枚ぐらい欲しいねんっていう時はない？あるやろ絶対。子供が怪我したとかっていうのも、うわこれ1枚じゃ足りひんわ、ね、2枚重ねてやる意味ないやん、これベロンベロンになってきたりな、はい、感じたことあるやろ。これ多分バンドエイドを使ったことのある全人類が俺は感じたことあるところやと思ってて、なので、そういった課題とかをこのフリーカットの絆創膏っていうのは解決してくれる。これをハサミでチョキ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 切れば、自分の怪我に合った救急セットっていうのが完成しますと。救急隊ってめちゃくちゃ応急処置をする前に大切なことがあって、感染防止、感染予防っていう言葉があるんだな、うん、血触る、汚染物触る、感染物触る時ってやっぱ自身もリスクなわけ、うん、自分のいくら大切な人でもその血を触れて自分が二次被害、三次被害になってしまうと命って奪われる可能性もあるやんか、少なからずね。だからそこがどういった状況か分からへん。例えばじゃあ自分の飼ってる愛犬がゲホゲホ血出しました、何か分からへんやん。けど愛犬やから自分の命と同じぐらい大切やんか。そんな時に何もせずこの状況で接触して応急処置するっていうのは、人間でも自分の大切な動物でも絶対やってはいけない NG 行動やな。だからはい、使い捨て手袋を、ダイソーさんで買ってきましたと。 OK。 でこの使い捨て手袋の中でもちょっとね、一つだけ紹介したいのが、よくねガバガバの、使い捨て手袋よくあるんだけど、すぐに取れるわ破けるわで微妙なやつ結構多い、100均って。けどこれは100均の中でも手にフィットめちゃくちゃしやすくて、なかなか外れないし全然破けない。なぜかというと伸びるように設計されてるから、これを100円っていうのはもういいんじゃないって感じ。ほんまにダイソーさんのなんか勝手に商品の紹介していいばっかり言ってるけどほんまにこれはおすすめかな。使い捨て手袋の中でもこの30枚入り外れにくいポリエチレン手袋っていうのは応急処置する上ではめちゃくちゃ大事。
で、これがもっといいよって言いたい理由としては、これ一つで、なんやろね、つけたまんまで119とかできちゃう。スマホ触れんねん。基本的に普通の手袋とかでスマホ反応せえへんから119しなあかんとか誰か連絡しなあかんってなったら外して応急処置してるのに外してやれたりしなあかんけど、これは別に小早川がスピーカーにして今こういう状況ですって言って処置することもできる。スマホ対応型の使い捨て手袋ね。 OK、 めちゃくちゃ大事。これもじゃん、オーバンガーゼ。はい、ガーゼってなんか確かに聞いたことあるやろ、ガーゼって、はい、けど、どのサイズを買ったらいいのかわからんくない？小中大、小さき覚えてる、大です。で、着る、これも一緒。大を買って、もうコスパめっちゃ大事やん、賞味。あんま予算かけたくないやん、救急箱でも、防災グッズでも。その気持ちすごいわかんねん。みんなが、じゃあ各家庭、防災グッズ対策10万まで体調使っていいです、もう教えてくださいやったら、それももうハイスペックなやつにガンガン教えていくけど、やっぱ予算かけたくないやん、救急箱防災セットね。その気持ちは僕の周りを通してもやっぱ感じるから、あのコスパって大事だと思う。だから基本的にはフリーカットのバンドエイドもこういうオーバンガーゼも基本的には台を買ってください。そっから自分の怪我に合わせたサイズに切ってあげる、これが大事ね。じゃあガーゼ買ってこのまま終わりの方多いと思うね。あ、ガーゼなんかいるって言ってたしなんだよ。けど実際被災した時に怪我しました、ガーゼだけでは修復にならへん。ガーゼの他に何がいるか分かる？テープですかね。そう、そうやね。それがどんなテープがいるのかっていうと、こういうサージカルテープっていうのもダイソーさんで売ってるんです。サージカルテープっていうのを買ってください。これはね、親御さんしか見てないかもしれないけど、施設関係者、介護職員、福祉関係、子どもたちのね、こう幼稚園とかも絶対にガーゼとかこういうサージカルテープっていうのは絶対セットで買っとってほしい。これはまだ高いんちゃうみたいになるけど100円ですと当たり前にダイソーさんが買ってきたからね。サージカルテープでガーゼを覆って止めてあげます。それで終わりってなっちゃうね。それ以外はえ分からへん、ここからが結構難しい。なんならいや医療関係者やったら当たり前にこれいるやろみたいなのがあったりする。じゃあガーゼとサージカルテープで、ほんでここ膝をえげつないほどブッて向けてしまったと、ね、ガーゼとサージカルテープって貼ってるすぐね、実際ペローンと剥がれてくる。それどうしたの？包帯。そう、包帯ですと。じゃあ包帯っていうところで言うと、ダイソーさんのこの伸縮包帯っていうのを必ず買ってほしい。伸縮包帯ってやっぱ伸びたり縮んだりするから、もうこれはね、実際僕も家に備えてるやつだと一緒やねんけど、めっちゃ伸びるから全然圧迫感もないし、すぐに固定できる。だからじゃあ怪我してるところありますよ、ここね、ドーンってもうすりむいた、なんかとんでもないことになってる、耳も見えてるとなると、ガーゼで被覆してサージカルテープをやって、この包帯でぐる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 巻いてあげる。これで初めて被覆が完了する。応急処置ってここまでちゃんと準備しないと応急処置にならへんわけで、巨大災害が来た時に119とつながるんだっけ。つながりにくいです。つながりにくい、ほぼつながらないと思ってほしくて、はい、じゃあ救急隊の到着時間で全国平均9分やけど、大地震って救急車すぐ来てくれるって、来てくれへんな。じゃあ119もつながらへんし救急車も来てくれない、あ、自分で病院行こうってなって病院行くやんか、はい、すぐ受診してくれる、してくれない。いやけどめっちゃ足えぐれてるんだよ、してくれる、どうなしてくれへん、うん、もちろんあの命の別状はないから、あ、だから命の優先度っていうのが決められてくるから、けどめっちゃ痛いやん、こっから感染になったらどうすんのっていう話やんか、そういう怖さもあるから、応急処置、救急箱を用意するならこの、今の3点必ずね、フリーカットバンドエイドでもいいし、ガーゼ、サージカルテープ、伸縮包帯、この3つのワンセットを買っておいてほしいなと。じゃあ続いて、はい、ガーゼや絆創膏を濡らしたくない場合は防水シートも売ってたりします。例えば雨とか、東日本大震災で津波やんね、津波とか、雪とかが来るとどう？濡れちゃうやんか、だからそれって濡れるともちろん弱くなっちゃうから、濡れないためのシートも売ってたりします。これは補足とか予備として予算にちょっと100円くらいいいよ、全然かけれるよって方は予備として持っておいてほしいなと。これも100円ね。
あとはね、僕はダイソーさんでいつも言ってるこのフェイスマスクっていうので、これね、使い方の用途で言うと、これをなんかダイソーさんは化粧水を浸してなんかフェイスマスクにして、なんか保湿とか綺麗にして保湿してくださいねみたいな使い方だけど、普通にこれを非常飲料水でペッてかけて顔を拭くとかボディシートにするっていうのはめちゃくちゃいいから、で、なんなら綺麗な水とかでこれを拭いてあげる、怪我のところを拭いてあげて、なんか泥とかついてるやんか、普通に怪我した時って、そういうのを拭いてあげる、アルコールとか消毒液があるのはこれに垂らしてから軽くやってあげる、こういうの、まあ、あとはコンタクトレンズとかのね液体とかもすごく別に体に害ではないやつやから、そういうのをちょっと濡らしてなんか綺麗に拭いてあげるっていうのも全然、なんかこのフェイスマスクっていうのはめちゃくちゃおすすめ、はい、あとはね、熱が発生した時にダメだからひんやりシートですっていうので、いやいや、あなたたちさっき子供の話ばっかりしてるのは大人用かよっていう話ですね。さっき初めにも言った通り、基本的には大きいもの、大人用、子供用、じゃあ子供はこれダメなんていうと別にダメじゃないよ、切ったらいいよ、別にいらんとかってね、防災は常に一番でかいサイズをまず買ってフリーサイズに合わせていくっていうところが自分にも使えるし子供にも使えるし、まあいろんな方に使えるよっていうところで覚えてください、はい、ぐらいかな。あとはちょっと補足、これは別に入れなくてもいいけど、結構じゃあ薬いろんな種類飲んでるよって方って、そのままね服薬管理とかなかなか防災グッズの中に入れるかっていうと入れづらいからさ、予備でもらってよ、でそのままもらったとしてももう防災バッグにドーンって入れてるだけやんな、けど分かりづらいやんか、おじいちゃんおばあちゃんってなると自分やったら分かるけど、これがほんじゃおじいちゃんおばあちゃんとかやったらどうだんっていうと、こういうお薬ケースとかに災害時のお薬ケースで、だからこれは朝飲んでね夜飲んでねでマジックペンとか書いていったらいいから、朝用夜用月火水木金とかこうやって分けてあげるっていうことが大事、まあ、これはいろんな病気を抱えてる方の、薬セットの対策として、これも100均で売ってるから、自分のおばあちゃん家やってあげよう、おじいちゃん家やってあげようとか、病気で苦しんでる人の、身内の対策としてやってあげようっていう方はこういうのも使えるよっていうのは覚えておきます。あとはね、ちょっとうちのスタッフはね捻挫してたから、この捻挫対策もちろん100均やん、すごい、何かっていうとアイシングセット、だから固定もできるし固定のやつももちろんダイソーあるし、アイシングセットってで何が入ってるかというと氷入れるものと固定する巻けるやつが入ってて、どう、こんなん売ってるんやつならこれ100円やん、知らなかったです、氷もその中に入れる、入れたらいいか、そう、すごい、知らなかったです、もうめっちゃ簡単、めっちゃ簡単に使えるもので、一応こういう捻挫とかそういう時に、病院行きたいなって、痛いやん捻挫でもけど命に別じゃないから後回しにされちゃう、それが3日後1週間後でポッコン腫れちゃうとか何もせんかったらってなると、こういうので用意しておくと、一応捻挫とかね、逃げようって突発的に逃げようって行った時に足首寝てしまったら普通にあると思うから、まあ、そういうのは100円とかでもあるよっていうところで覚えてください。はい、ということでね、今回はダイソン100円の救急セットを実際作ってみましたと。これ全部でも11点やけど、まあ9点、言うたら1000円以内でね、で、このクオリティの救急セットが完成しますと。皆さん、Amazon とか、救急箱見てください。4000、3000、5000しますからね、マジで。で、何入ってんのっていうと、ほんま大したことない綿棒であったりとか、なんかバンドエイド2枚とか、ハート、もうレスキューハウス救急箱出したろかなって思うけど、レスキューハウスが出したところで僕ダイソンの方が使っちゃうからほんまにそれぐらいめっちゃいいものが皆さんの身近に揃うわけよ。実際どう、皆さんもその視聴者の方で全然足りひんよとか、こういうのうち入れてるよみたいなとコメント欄で教えてほしいなっていうのと、もしね、こういう感じで身近に使える防災グッズのセットとかを組み合わせとかを、参考になったと思う方が多かったら、まだまだしたい企画いっぱいあるんですよ。だからぜひ皆さんコメントで教えてください。しーちゃん、なんか質問ある？ガーゼ紹介してたじゃないですか、ガーゼね、はい、ガーゼ大切やなとかって、なんとなくは分かって準備しようと思うんですけど、絆創膏切れるのとかもあって、絆創膏とガーゼの使い勝手の差っていうか、どういう時はガーゼで、どういう時は絆創膏で使ったみたいな。なるほどね、これすごくいい質問で、皆さんもすごく悩むポイントの一つかなと思うんですけど、まあ、今後来る巨大地震とかっていうのは、まあ、みんなの想像以上のものが来るって言われてるから、その時にこの2つをどう使い分けるのかというと、1つ目の血の量、
まず血の量で、大量出血、うわって結構もう溢れ出るように血が出てる、その映画みたいな首切ってピシューみたいにちゃうで、その結構もずっと継続的に垂れてるなっていうところは、ガーゼです。なぜかというと、絆創膏やっちゃうとやっぱりその水分量が多くなってくるとすぐ剥がれちゃうの、ね、だからガーゼでやる。でガーゼでもある程度あと滲むようになってくるからそれを変えてあげて、である程度乾燥してきたな、血が止まってきたなってなると絆創膏に切り替えてあげるっていうのがポイントになります。やっぱ両方用意してる方がいいってことですね。絶対、うん、どんな怪我になるか分からないからね、うん、頭とかに、絆創膏貼れる無理だから、そう、まあ、これけど頭とかって頭打って血が出てもこういうガーゼとかを貼って固定してあげる、給付してあげる、こういうところが貼りづらいところとかもガーゼができたりする。あとはね、やけどとかで服が溶けてシートなんか肌と服がなんか一緒になってるケースとかもあったりする、そういうところはバンドエイド貼られるからガーゼ、うん、けどまあ普通の怪我でどういう使い分けってなると今のポイントが大事になってくるかなと思う。あとは貼りづらいところね、バンドエイドが貼りづらいっていう状況があったらすぐ取れちゃうよ、そういうのはガーゼで皮膚っていうところが大事になってきます。はい、わかりました、はい、今回は身近で、手頃に揃う救急箱を作ってみたんで、皆さんの防災グッズの参考になればと思います。はい、ということで今回の動画は以上となります。参考になったと思う方、いいねやコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。助かる命を助けるために。大腸、おい、レスキューハウスの就労継続支援について教えてください。いいよ、何について知りたい？どういった方が対象なんですか？対象となる人は障害や病を抱えている方で、生きづらさや働きづらさを感じている人やで。それって家から出れない人でも行けるんですか？今はね、在宅ワークって言って自分のお家でできる作業っていうのがあるから、それでも OK。 対象者って大阪に住まわれている方限定ですか？うん、大阪の方だけじゃないよ、関西と関東でも募集してます。興味ある人ってどうすればいいですか？興味ある方は会社のメールにまずはご連絡ください。その後僕とオンラインズームするからよろしく。